時和津文字塀は、時和節の三味線方の名跡。時和津の流門、角木工時和津の流門、松川菱、明治三十八年一月十六日本名は、富坂文字塀。越後国に、単野港の子として生まれ、時和津文字八に入門し、八十太夫を名乗る。変世紀で太夫から、三味線方に転じ、八粗松と改名。年月に、 時和文字米と改名。当初は脇者未戦だったが、1863年に六代目、時和小文字太夫の立者未戦を務め、小文字太夫没後は二代目、時和松尾太夫の立者未戦を務めた。晩年は、時和文佐を名乗る。初代の作と思われる浄瑠璃が多く残されている。通称、家事長の文字米大正13年10月29日本名は、 鈴木金太郎。父は、初代時和津文字助。初代、文字兵の門下で、二代目時和808から、初代没後に二代目文字兵を襲名。1918年に、時和津少女祭を名乗った。主な作曲には、お夏狂乱がある。長男が三代目文字兵。五代目時和津文字兵11月16日体本名は、鈴木敦夫。東京の生まれ。 四代目の実施。高校時代は宮脇康之と同級生であり、驚きもものき二十世紀にて、高校時代の宮脇についての証言を寄せたこともある。東京芸術大学卒業。1977年に時和津志功。1996年に父が時和津秀俊と改名を機に五代目文字兵を襲名。 洋楽ロックなどとの融合にも力を入れ1983年にはニューヨークカーネギーホールで演奏も行った。妻はプロのピアニスト。2014年春の叙勲指示報奨読売年間2016年版 P515。ありがとうございます。